ないっていうところ、多分ほぼ毎日と変わらない自分らのルーティンじゃないですけど、そういうのも崩れないので、試合の何にも分ならない、試合に入る準備というところで、相手とやっぱ差をつけれるのか、お客さんの声とか、クラップによって僕らのテンションも上がったりするので、そういった部分でホームラバンテンションがやっぱ取りたいなっていうふうに考えています。今年、フロントスタッフの力もあって、毎試合1000人以上ファンの方々が来てくれてるので、その声援を力に変えて僕たちも間違いなくプレイできてると思いますし、うちは本当に今年特に注目してもらってるっていうのは選手も多分みんな感じてると思うので、そういった意味では何が何でもフォームを取りたい。最低でも2位以内。準決勝までは、プレイオフが決まる準決勝までは必ずフォームでやりたいっていうところは、まあ、話してたんで。正直別にそんなに、まあ、通過点なんて、意識してないです。本当、1位で、プレイオフ行って、ホームで全部試合して、いつ昇格するっていうのが僕たちの目標なので、そんなね、余裕ないから、強くないですから、全然。1位にいるからって、そんな強いと思っちゃうんですよ。終わり。アブラハム選手は、スリーポイントも得意な選手ですし、ツーポイントだとか、周りへのアシストっていうところ、あと国際大会の経験もあるんで、まあ、身長はそんな高くないですけど、ビッグマンに対してのディフェンスっていうのをできるっていうふうに、タイガ選手については、アウトサイドのシュートが上手なのかなっていうふうなイメージがあるので、よりそこからシュートを狙ってもらって、点が決まれば、相手もディフェンスを変えざるを得ないので。そういったオフェンスの厚みをより加えてくれる2人なのかなと思います。みんな刺激になって、特に僕なんて同じポジションの選手なんで、本当に刺激になって、いい流れになってると思います。全員が全員、はい、いい雰囲気ではやってると思います。聞いた時はもう狙っていこうと思ってました。こういう制度があるんだから、自分もプロになりたいっていう夢があるし、この15歳のうちに叶えられるなら叶えたいなって思ってます。思っていました。ワクワクします。やっぱプレーの質がユースと全然違くて、そこがすごい驚かされてます。フォートナイトのコミュニケーションがすごくて、プロの練習はもうずっと声出した感じですごい圧倒されてます。同世代の子とかがプロの舞台に立つとか、プロの選手と一緒にベンチに入ったりとかっていうのは、やっぱりそこを目指したいっていう子たちがこれからもっともっと増えていくと思いますし、その2人もコーチたちから信頼を勝ち取って、この子たちだったらやってくれるだろうっていうところを見せてくれているので、他の選手たちも納得するような選出をさせてもらったと思っているので、その2人はしっかりとみんなの夢や目標になりうる存在になってほしいと思ってますし、逆に同世代の子たちはそういったところを目指して頑張ってほしいなと思っているので、まあ、そういった意味でも相乗効果ってお互いにあるのかなと思いました。やっぱり僕たちだけが頑張ってそれを見て影響を与えるっていうのってやっぱ限界もあるし、そこに響かない世代も絶対あると思うんですけど、頑張ってる中学生アンダーカテゴリーの子たちがベルテックスユースで入ってきて、僕たちと同じコートで僕たちと同じルーティーンで試合に挑めるっていうのは昔では考えられないし、それが今ベルテックスのメリットであって、その中学生たちがもっと僕たちに憧れてもらいたいし、あ、こんなにやってるんだって彼たちが還元してくれてると思うんですよね。僕たちが伝えるよりユースの子たちが入って、いやプロ本当すごいんだよって言ったら、そのユースたちが広げて
でまたそのユースたちがいろんなところに持ってってベルテックスの輪がどんどん広がっていくと思うので、チームとしても、まあ、フロントとしても彼たちの影響っていうのはすごく大きいし、僕たちも若い世代からすごいエナジーだったり、まあ、元気をもらえてより一層頑張らなきゃって思えています。ベルメシの仕事は今選手の日常のランチを作って提供をしています。あとは試合時にホーム戦の時は補食としておにぎりを毎日作って出ます。試合の時ですね、こうやっておにぎりとかあるのは当たり前じゃないですし、こうやって無添加のものをしっかり作っておいていただけるっていうのは本当にありがたいですし、毎食お昼出るなんてそれは助かりますよ、家計がいつも助かってます、ありがとうございます。やっぱり食って何をするにもすごい大事だと思うんですよ。なのでみんな選手もバスケをこれからやりたい子どもたちもブルメシを食べてたくましい体を作って、それで活躍してくれたら嬉しいですね。支えてもらってるというか、まあ、本当に一緒に作り上げてきたっていう感覚で僕もやらせてもらってるので、まあ、広報だったりファンクラブ担当だったり営業の方だったり、それこそボランティアの方々だったり、本当に僕らも感謝しかないですもん。Sentimos el apoyo de todos ustedes. Llevo tres años en Beldex y veo crecimiento. ファンの人と選手の架け橋になることで、応援してくれてる気持ちを無駄にしないっていうのを大切にしてます。何かを応援することでその人の人生を豊かにしたいっていうか、ファンの人の気持ちとかちゃんと選手にも届けたいし、そういったことのサポートができたらいいなっていうふうに思ってます。Bueno, 40 minutos, tenemos que construir el triunfo durante los 40, durante los 40. ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Sin Kawa no! ¡Defense! ¡Wow! ¡Hontoni! ¡Mensi Judo が常にマッチアップしてるような状態なんですけど、まあ本当にあの人に疲れたくはないなっていうようなイメージはあるしね。僕も山田つきたくないっすよ。はい、あいつのオフェンスすごい上手いんで、でもそんなオフェンス上手い山田練習中つけてることってすごい貴重な経験だと思うんで、あいつを抑えられれば僕 B3 の選手誰でも抑えられるんじゃないかと思ってるぐらいなんで。
次に上位3チームとの試合が残ってるっていう中で、ここは落とせないというか、昨シーズンそれで沈み込んでしまった時期があったので、そういう時期をやっぱなくさないと、こうプレーオフでも常に勝っていけないなっていうのは常に思ってたので、どうにかしてでも勝ちたいっていう気持ちだけでやってましたね。I'm seeking for improvement. Like, I feel like I have enough in Indonesia. I mean, Indonesia is good, but I think I need more challenge and I need to improve myself more. So yeah, Feltex is the first one to give me this opportunity. So I love to come to the city of Shizuoka to play basketball here and learn a lot from Japan basketball. Elijah.下を向かずに上を向いて、打ち続けるっていうのがシューターとしてすごい大事なことだと思うので、自分を信じてパスを出してくれる味方がいる限り僕は打ち続けるので、そこはもうシュートを決めて結果でパスを出してくれてありがとうという恩返しをしたいです。
Yeah, like as I said before, you know, my first half, I was not making any shots. So, you know, I think when it comes to three-pointers, like, you know, you're a good shooter, you have to keep shooting. So, you know, coming into the second half, you know, I just completely forgot about, you know, how I performed in the first half and just, you know, looked forward to the second half, and then I cleared it out and we'll finish. 平選手今日も本当にいいところでスリー決めてくれましたし、あとはチームでどんだけ一緒に一つになってやっていけるかっていうところだと思うので、多国籍になったのは言葉の壁とかその文化とかそういうのもあると思うんですけど、やるべきことはバスケットボールなので、チームが進むべき道を示しているので、それがこの先多分いろんな武器としていろんなパターンが生まれるのかなっていうのが、チームに2人が与える影響だとは思ってます。今日 U15 の2人にちょっと喋ってもらいたいと思います。最高です。最高、どんなところが最高だった？これです。どんなプレーが逆に感動になった？なんかいつも見てるところじゃないところから見させてもらってたんで、最高です。同じこう世代の子供たちに夢を与えれる存在だと思うんですよね。同じ世代の子たちがプロと同じ舞台に立って、そしたら、まあ、もちろんユースの他の選手とかも刺激を受けると思いますし、あの舞台に立ちたいって思ってもらえると思うので、最後のあのインタビューで絶対喋らせてあげたいなっていうふうには思ってました。Everyone gets along so well, coaches included. And, you know, you go to some organizations and everything's a little bit cut up. You know, you've got the coaches in section, players and staff. But here, everyone really communicates well with each other. And I think that's really, it gives me kind of like a family type of feel. Mm-hmm. And that's something I've somewhat missed in the last couple of years. Mm-hmm. And I'm really trying to base it as much as I can on.もちろんこの昇格した時の景色だったりっていうのはすごく見たいものは一番にあります。ただ自分が小さい頃プロ選手にこうバスケを教わった記憶とかっていうのはすごく残っているので、そういう嬉しい気持ちを静岡の子どもたちに一人でも多くにそういったきっかけを作るものを提供できればいいかなというふうに思っています。もちろんカテゴリーが1個上がった昇格の瞬間っていうのを見たいっていうのもありますけど、それよりも本当にたくさんの人が
このチームを知ってくれて応援してくれているっていう景色が見たいので、もっともっと会場に人が来てくれて、もうオレンジだらけの景色が見たいし、街中にプレテックスっていう名前がすごく増えたら、そんな景色が見たいなって思います。誰に聞いても、どの企業に聞いてもベルテックスって言ったら、あ、プロバスケットボールチーム今いいよねっていう風に知っている、誰もが知っているようなチーム、そういう風にしていきたいです。